はカンコレ、建造チャレンジということで、やりに来てます。アタゴを、限定フレームを狙うべくやりに来ております。はい、ということで今回のこれですね、閉鎖作戦、輸送作戦ねのやつの限定フレームがもらえるので、それを取りに来てます。さあやってこう。なんか手がおかしなことになってるな。あ、戻った。なんか今グリグリグリンってなったな。で、私の大好きなアタゴとプリンツオイゲンを大型建造で狙っていきたいと思います。ということでまずは大型建造からやっていきますよ。はい、霧島さんです。霧島は設計図にしちゃいます。第一の目標はアタゴを出すこと、そして第二の目標は、プリンツオイゲンを出すことです。あとは大型建造で自分の使ってる戦艦のカードが一つでも作れたらなっていうところと、弟が使ってる金剛ちゃんに、さっきの限定フレームをつけれたらなというところです。出たのはミョコでした。では次、来い、アータゴ、来い。テレレレテレーン、テレレレレン、テレレレレーン。クマークマークマークマでした。では次、誰が出るかな。アタゴカモン。違うね、綾波だ。綾波では次行ってみよう。100円を投入。あたごあたごカモン、あたご来い来い来い。違うね、ユラさんでした。あーたごさん、ちょっと今なんかいろいろね後ろで BGM があれだけど、ラウンド1でこれをね今やってます。これを今、声は後乗せですけどねラウンド1でやってきた時の動画ですね。青葉、青葉です、青葉です。こっちか、ん、こっちこっちこっち、青葉です。次
あれ？カット失敗してるね。あははは。カット失敗してるね。読み込むところ入っちゃってるじゃない。ここがね、トークでつないで。はい、これが私の使ってる子たちだよ。これが私が使ってる従順とか軽順とかですね。従順、軽順、あと警棒ですね。では、はっちゃんを裸にしてプリンツ・オイゲン狙ってくよーん。カモン、プリンツ・オイゲン来い。んー、丸よ、丸よ。でもね、丸湯ね、設計図があるから貝にできるね。貝にできる、貝にするよ。アハット、かわいそうに、いいえ、ハチですっていう時にアタゴになりました。では次、カモン、現れろ、アタゴ、アタゴ、アタゴ、あったかお、兄弟感なんだけど、そっちじゃないんだ、そっちじゃないんだよ、違う、違うんだよ、アタゴじゃない、タカオなんだよ、兄弟感だけど、違うんだよ。ある意味動画としていい空気の読み方をしてくれたかもしれない。次こそアタゴ、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 イエーイ。ただね、貝じゃなくて通常なんだな、これ。貝じゃねえんだな。貝のアタゴが欲しかったんだが、まあでも限定フレームがつくだけオッケーっす、オッケーっす、オッケーっす、来ただけオッケー。いやー、よかった、アタゴ来たぜ、イエーイ。アタゴ今カード化してる最中なので、静止してるアタゴさんをお楽しみください。かわいい、かわいい。アタゴが来たよ、アタゴでーす。やったね、やったね、やったね、イエーイ。ではあとはね、貝のアタゴを狙って、あとはプリンツオイゲン狙ってやっていきましょう。あと中波ホロとかね、中波貝ホロとかね、出ないと思うけど。知らぬい。でもね、アタゴ出たからね、オッケーっす。アタゴ出たもんね、それが大事。100円を入れます、入れます。カードいいの出ろ、カモン、カモン。さあ誰が来るかな、アタゴ、カイ、チューハホロ、ムツキ、これはムツキ。アタゴさん、アタゴさん、アタゴ、アタゴ、アタゴ、
古高さ、よく出ない、ね、でみあのカンコレをアーケードやってる人で古高って結構よく出ない、まあ、古高は嫌いとかそういうことじゃなくて古高をよく見る。はい、じゃあ大型建造に移ります。プリンツオイゲン、プリンツオイゲン、カモン。うん、ハルナ、そしてカイダでね、この時悩んだんだよね。カード化するか、このフレームをね、このフレームをね取っとくかどうかみたいな。でちょっと葛藤してます、この瞬間。うわ、どうしよう、うん、で違うんだよな、うーんって。でもなあ、春菜使ってるしっていうことでカード化しました。あと期間中じゃないとこのフレームがね使えないから、そのフレームを使うために使ってるやつの回だったらいいかなってところでしたね。はい、なので使ってます。今はカードにしている最中です。100円を置く音が聞こえたね。チャリーンって、チャリーンって。さあカード待ちですね。ハルナ、カイ、これがカイ2だったら最高なんだけどね。まあなかなかカイ2は出ないよね。カイ、ハルナ、カイです。ではもう一度従順管のねレシピを回していきましょう。なんだっけ、ナチか、ナチだ、ナチ。従順は出てるんだけどね、従順はね出てるんだけどねっていう感じだよね。とかね、従順はじゃなくてね、アタゴの貝とかが欲しいところだったね。アタゴ、アタゴ、アタゴ、アタゴ。スズヤ、スズヤ使ってるんだけどね、スズヤは。でも貝じゃないしノーマルだし、別に嫁感とかではないし、なので設計図にしました。ホロが全然出ないよね、ほんとね。足柄、従順なんだけどね、従順なんだけどさ、求めてるのは違うんだな。アニメの主人公、吹雪でした。吹雪はね使ってないんだな、残念ながらな。そう、私脳筋なので普段使ってるのがほぼほぼ戦艦なんだよね、か従順なんだよ。お願いします、お願いします、お願いします。アータゴ、アータゴ違うね。しぐれ、これがしぐれ貝2だったら最高なんだけど貝でもないっていうね。
残念。では大型建造プリンツ王威厳、プリンツ王威厳、プリンツ王威厳、プリンツ王威厳。違う、山城です。山城です。妹の方、妹の方、大型建造。もうね、資材がね、あの反射して見えてないけど、ほぼほぼ資材ないよっていうね。ミクマ、ミクマです。ミクマはね、私じゃなくて弟のカイリくんが使ってますね。グーテンタック。もう資材がないこと、ないこと、もう資材ないない。マルユー、マルユー、一応貝になるんだこれでね。設計図が、設計図溜まって、ほら設計図がこれで3枚になった。そのうちカード化します。もう資材ないっていうね。はい、まあ資材がなくなってきて、ラスト消化試合っていう形なので、この辺に最終的に出たカードを今出しておきますけど、実は動画を撮ってないタイミングでこの2枚が出ちゃいました。これね、ムツと、ヒューガの貝、中波ホロが出ました。でも貝とかじゃないからって感じ。でもこのフレームね、期間限定だから忘れちゃいそうだから、カード化だけはとりあえずした状態になります。あとは残りちょっと消化してるやつだね。100円玉をこれでなくしちゃおうぜみたいな感じですね。ちょっとだけ見てみよっか。おね、今聞いたでしょ、 GP 買ってまでカード化してるからね。はい、聞く好きです。じゃあ次の建造でラストにしますね、映像としては。皆さんも計画的にね、大型建造やりましょうね。また大型建造は近々資材がたまったら、そのたまった資材でプリンツオイゲンを出したいと思うんで、貝をね。で、限定フレームはもうないから仕方ないので、大丈夫っす。なので普通のプリンツを出したいなという状態ですね。はーい、ということでラストは、はい、衣笠さんっていう形でした。ということで今回はカンコレの、建造動画でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。